続いては簡単おいしいピントレシピです。おいしい料理を作っていただくのは福岡由香さんです。はちみつ農園ポコトスカーナで、はちみつのショップとカフェを経営、イギリス在住13年の経験を生かした世界の家庭料理が得意な福岡さん、今日はどんな料理を紹介してくださいますか？今日は、はい、ベーコン佃煮のベーコン佃煮オープンサンドです。ベーコンは洋風で、はい、佃煮は和風。和風ですよね。なんだかちょっと意外な組み合わせ、でも味は洋風なんです。あ、そうなんですね。楽しみ。じゃあまずは下準備から教えてください。はい、ベーコン、玉ねぎ、にんにくみじん切りにしてください、うん、では早速、調理台の方に、コンロの方に移動したいと思います、はい、玉ねぎじゃなくてベーコンですね、はい、ベーコンがですねこういう状態にカリカリになるようにちょっと炒めてですね、はい、そうすると油が出てきますので、うん、あ、本当ですね、結構出てますね、うん、この油を使って、玉ねぎを炒めていきますよ。ちょっとこれ一度ベーコン取り出しますね、はい、ベーコンの油はそのままに、はい、ということですね。でもし油が足りなさそうだなと思ったら、はい、油をねサラダオイルを入れて調節してください、うん、はい、玉ねぎが入ります。おいしいポイントです。ベーコンの油で加減をしてください、はい、で玉ねぎですね、飴色まで炒めるんですけど、はいはいはい、玉ねぎ飴色まで炒めるとどれぐらい時間かかるかご存知ですか？あのですね、ハンバーグをね作った時に炒めました。結構かかりました。結構時間かかりますよね。何分か分かんないけど、そうそう、長かった印象があります、うん、で10分15分は、ね、うんうんうん、かかるんですよね、はい、で今日は早く、はい、飴色になるコツ、うん、ここにきび砂糖を用意しました。あ、きび砂糖を普通のお砂糖でも大丈夫です、はいはい、お砂糖を入れてあげることによって早くね飴色になるんですよ、ここが簡単ポイントですね、はいはい、砂糖を加えると早く飴色になります、うん、こうやって炒めていきます。そうしますと隣の台に飴色になった玉ねぎがあります。あ、こういう状態に、ね、なりますよ。結構量も少なくなります。そうそう、もうキュッと、ね、水分が出てしまっていますので皆さん、その中に今度はニンニクを入れていきます。ニンニクとそれから先ほど取り出したベーコンですね、はい、これを入れて炒めていきますよ、はい、ちょっと火を落として、じゃあ調味料を作っていきたいと思います、はい、はちみつですね、それからそこにウスターソース、あ、ごめんなさい、ウスターソースってなかった、はい、バルサミコ酢ですね。あ、バルサミコ酢ですね、バルサミコ酢、これね今ウスターソースと間違えたのは、うんうん、実は米酢とウスターソースでも、はい、このバルサミコ酢みたいなお味、近いお味になります。あ、うん、うちバルサミコ酢ないので、ね、じゃあウスターソースがいい。そうそう、ちょっとフルーティーな、ね、はいはい、うん、感じに仕上げありますよ。米酢とウスターソースを合わせると、はい、代用できるということですね、はい、でここに先ほどのベーコンと玉ねぎの中に入れていきます。なんか佃煮ってもうちょっと難しいのかなって思ってたんですけど、うん、そうそう、水分を飛ばしながら、はい、もう少しちょっとコクを出したい時は、はい、実は濃いめに入れたインスタントコーヒー、うん、大さじ1杯、これ結構濃いめです。大さじ1杯のインスタントコーヒーに、はい、同量もしくはもう少し、ね、うんうんうん、1杯半ぐらいのお湯で、はい、これでコクが出るんですか？うん、コクが出ます。美味しいポイントここで出ました、はい、コクを出しましょう。インスタントコーヒー液ちょっと濃いめがいいそうです、はい、で胡椒を振って、あとは水分をねちょっと飛ばしていきますよ、やっぱ焦げないようにですね。そうですね、はい、あ、なんかこうバルサミコ酢の酸っぱい香りがしてきました。はい、ここで水分を飛ばしていきます。意外と簡単ですね、はい、これ大体どれぐらい保存可能ですか？2週間ぐらい、ね、保存が可能なので、もういっぱい作って冷蔵庫にストックしておくと、ご飯にも合いますし、なるほど、もうパンにそのままつけてもね、パスタとかチーズとかパンとかけるだけで、そうそうそう、いいんですね、うん、チーズにも合いますよ。これを使って、ちょっとトッピングにするんですけど、はい、皆さん
サンドイッチ、卵のサンドイッチ大好きよね。大好き、うん、で、軽くトーストした軽くあの焼いた食パンとね、はい、それから、ゆで卵、半熟のゆで卵、大体あの沸騰したお湯に8分ぐらい茹でるとこういう状態になります。8分なんですね、はいはい、あと、ミニトマトを4分の1、いや4等分ですね、はい、切ってください、はい、じゃあ混ぜ合わせるのはまずマヨネーズ、そこにマスタードが入ります。へ、ちょっとピリッとするんですか。いや、このマスタードね、うん、そんなに辛くないんですよ。なので子供も大丈夫、うん、お子さんも大丈夫、はい、でここにお塩をちょっとね入れていって、はい、味を締めますよ。はい、でここに、はい、先ほどの卵、うん、半熟いいですね。半熟卵が入ります。半熟なかなかできないんだな。そうそう、8分ね、8分ミニトマトが入ります。でこれを軽くこう混ぜ合わせてね、はい、あ、もう和えるだけ、和えるだけ、はい、出来上がり、出来上がり、はい、非常にシンプルでした。そうでここにトーストの上に乗せていきますよ。何を最初に乗せるんでしょう。あ、これからですね、うんうん、まずは卵とトマト。なんかもうあのステイホームで朝食パンとか結構多いんですけど、そうよね、アレンジレシピが持ってなくてなるほど、そうそう、あの半熟卵のこのとろっとした感じがねまたいいと思います、ね、パンに合いますよね、うん、でこれが先ほどの、ごめんなさい、はい、ベーコン佃煮。こんな風になるんですね。そうそう、でこれをちょっと上にパラパラパラってかけて、これね甘じょっぱくって、はい、本当あのご飯の熱々のご飯でも合いますのでね。ご飯にですね、とても美味しいです。でまだどんな味なのか想像がつかないんですけどであとは周りにちょっと、ね、周りに緑をあげて、はい、なるほど、野菜も取れていいですね。で、これで完成です。いや、簡単で、でもなんかちょっとワンラックアップの朝食もできそう、かわいい感じで、はい、出来上がりです。はい、簡単にできました。ベーコン佃煮のオープンサンド、レシピ振り返りましょう。ベーコン、ニンニク、玉ねぎ、きび砂糖を炒めます。調味料としては蜂蜜、バルサミコ酢、さらにコクを出すために濃いめのインスタントコーヒー液を入れましたね。時々かき混ぜて焦げないように注意してください。これ2週間保存できますので、うん、いろんなアレンジ方法楽しめそうですね。そうですね、ね、あのちょっとね、お酒のおつまみの上にちょっとトッピングしたりとかね、それもいいかもしれないです、うん、皆さんもぜひ試してみてください、はい、福岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。